みちゃん。達成ありがとうございます。こんにちは、どうも。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうもの方もありがとう。フォローありがとう。お昼まで食べてない。これからですね。食うみたいになってるな。何お腹空くな。空くなそうな。うん、100回目の方もありがとうございます。来てくれてありがとう。2人ありがとうございます。と台湾のリリリちょっと読めない。ありがとうございます。100回目ありがとう。7位キープ。そうありがとう。ありがとう。7位キープしてる今のところ。ありがとうございます。こんにちは。100キロ、100キロ星かな。ありがとうございます。ありがとう。キラ星。こんにちは、どうも。ありがとう、ゴールデンダルマ。102キロ投げました。流されたあるからでしょ。クッキラボス100でしょ。知ってるから。ふふふ。今日ちょっと寒いらしいんだけど、まだ外出てないから歩かないけど私。今日寒いらしい。夜は寒くないね、そんな。いや、20度ぐらい。20度。いや、半袖。どういうの方ありがとう。こんにちは、どうも。
出たわ。金ブランケット届いてない。ってか発送されたらなんか連絡が来るのよ。なんか発送されましたっていう。なんか来るんだけど。昼食べ過ぎてつらい。何食べたの？食べたの？ありがとうございます。おはよう。10度しかなかった。10度ノーキーちょっと前に起きた。お母さん揃えちゃった前に。いやーブランケットじゃあ中ですよ。確かにマイク遠い今日。真ん中持ってきたらいいか。よいしょ、これでいいか。どうこれ、あーちょいこうだ、こうでいいか。近めにしとこう今日。こんにちは、2度目の方、初音の方、ありがとう。体温 35.8 度でした。低くないそれ、平熱。こんにちは、どうも。昨日の配信後やっぱやってない。やっぱ開いただけだね、昨日配信中にちょっと開いてやってないですね。今バグってるみたいよ。ネピュの恒例のアップデ後のバグ起きてるみたい。いつもあるからなバグが。こんにちは、どうも。2度目の方ありがとう。きっと用があるのでバイバイキー。またね。ズームの方に、ダメの方ありがとう。こんにちは、あんたも。今シーズン今回のやつはゴールドいきたいな。前回のさシルバー1で終わったから、結局ゴールドまでしたいな。新しいレジェンドも気になるし、新しいレジェンド強そう。でも私使いこなせなそうだけど、使っライフラーライフラー、自己蘇生通ったらめちゃくちゃ強い。ま、なったかな。昨日さエピ開いたらさ、なんかランクがあと6日とかになってて、本当はもっとあるんだけど6日とかになっててさ、めっちゃバグってて表示が。あ、治ってる。あと47になってた。治ってた。よかった。待ってよかった。新しいマップ入ったんだっけ？それまだか。エッチ、キンキャニー、ブロックマン。アップデのバグでプレデター、え、さらわさないでしょ。さらわないよ。お昼ご飯まだです。最新の後に食べようかなって思って。
ツイッチってバグ多い。ツイッチじゃないね。エペだね。エペがバグ多いんだよね。アプデ後。アプデ後のバグだね。ツイッチは違う。ツイッチは、ゲーム配信アプリ。ゲーム配信じゃないけど。ゲーム配信じゃないか。あ、でもゲーム配信してる人が多い配信アプリ。90日あるわけじゃないのか。あ、シーズンは90日で、スプリットって言って、その、90日の中で2個に分かれてて、スプリット1、スプリット2に分かれてて、まあ、スプリット1。で、47。ってこと。ツイッチ、今日はまだ決めてない。それかまだわかんないな。そう、ツイッチじゃない。やっぱツイッチのバグはそんなに聞かないけど。お昼ご飯今日もチョコボールですか？え、お昼ご飯チョコボールじゃないよ、さすがに。言ってないよ、そんなこと。昨日、普通に食べたよ。チョコボールじゃないよ。違う。フォローありがとう。ありがとうございます。こんにちは、たまん。やっほー。ゆかちゃんが食べてないのは、朝ごはん、昼ごはん、昼ごはん。朝ごはんないからな、私。朝ごはんは。だって朝起きないもん。朝ごはんはないよ、だから。ご飯ちゃんと食べてる食べてる食べてます。二度目の方ありがとう。こんにちは、どうも。やっほー。あ、何時、今日ファンルーム更新したじゃん。何時に起きたっけ。12時ぐらい、それよりちょい前ぐらいに起きてファンルーム、時間の告知したから、お昼配信の告知した。こんにちは。ん？明るい時間、ちょっと明るくなってたかな。入ってないな。風呂入って、ちょっとご飯食べて寝た。いつもの方ありがとう。こんにちは、あたもん。そうそう、昼飯になりそう。ちなみに、そば。そば、いいね。そばか。最近食べてないな。そば。スタバの新作、ストロベリーフラペチーノ飲む予定ありそう。あ、今、ストロベリーなの？知らなかった。いいね、ストロベリー。気になる。美味しそう。この時期あれか、毎年それやってるか、いちごのやつ。初オムの方ありがとう。スタバ行きたいな。なんか前、先月ぐらい、何やってメロンやってたんだっけ。メロンは飲まなくって、スイートミルクコーヒーみたいな、あれ飲んだ。ちょ、ミルクコーヒー好きなんだよね。それで、その時はめっちゃ甘くして飲みたい気分だったから、ホワイトモカシロップだっけな、多めにしてもらった。めっちゃ甘いのよ、そうしたら。めっちゃ甘くなるんだけど、めっちゃ甘いのが飲みたい気分だったから、甘いのにしてもらう。今が速報で終わりません。あ、そっか、今日あれか、速報の、こうやって何まで出るんだっけ。よく行くのスタバ、僕もあれに美味しかったけど、飲まなかった。
なんかメロン前もあったよね。前も飲まなくって、今回も飲まなかった。スタバの件まだ残ってる。スタバ残ってるよ。でもまだ一回使ったか、そのスイートミルクコーヒーで一回使って、これから使ってない。うん、100回目の方ありがとうございます。00563、100回目の方もありがとうございます。いっぱい来てくれてありがとう。こんにちは、どうも。2度目の方ありがとう。タモスの楽しいめっちゃ甘いの好きな方、え、まだあるのかな、スイートミルクコーヒーあったら飲んでみて。あのホワイトモカ白く多めにして、めっちゃ甘いめっちゃ甘いのが飲みたい気分の時に、それいいよ、おすすめ。こんにちは、どうも。いつもの方、二度目の方ありがとう。ほかちゃんってラジオ配信するの知らなかった？ラジオ配信はね、前のルーム？前のアカウント？ショールームのアカウントではできなかったから、今のアカウントになってから。焼き火の時は禁止だからラジオ配信ができなくて。お昼はラジオ配信が多いかな？夜は普通に配信してる。スタバの券って期限あるんじゃない？うん、スタバの券でもらったらね、500円のチケット、ドリンクチケットでもらったら期限があるけど、私がお前もらったのは、その500円のチケットが何枚とかじゃなくって、カード？スタバのカードの方もらった。から、期限がない。うん。昨日ありがとうございました。配信ワイドです。ありがとうね、昨日たくさんゴールデンクワタありがとうございました。ありがとう。お店の前におすすめのカスタ、あ、確かに、でもやったことないよそれ。いつもなんかインスタで出てきたスタバのカスタムでいいなって思ったの保存してそう言ってる。朝配信、朝、まあ、いつかね、いつか。いつかね。うん。こんにちは。どうの方、ありがとう。どうの勉強さ、美味しそうなのを保存してる、いつも。なんかもう、スタバ、めっちゃ行ってる方みたいなやつか。求めてる。めっちゃ言ってる方みたいな人がね、また言ってる。スタバのカスタムのなんか、美味しいやつみたいなやつ見て。勉強してる。勉強してる？保存して。飲んでる。それ、飲んでる。昼配信は何時まで？昼配信は1時間ぐらいしようかと思ってるから、1時半ぐらいまでかな。1時半には終わろうかな。松尾の方ありがとう。こんにちは、どうも。2度目の方もありがとうございます。いつかね、5って意味じゃないよ、違う、いつかってことよ。どうもの方ありがとう。こんにちは、やすさんも許可とも多分多分最近、ブームのスイーツ。ブームなスイーツ。なんかあるかな？ブーム？ブーム？ハマってるやつ？最近。はい。特にない。特にないな、最近は。そんな毎回ブームのスイーツだらけじゃないけど、今はないですね。あ、ゾウの方ありがとう。こんにちは、どうも。お団子どこ行った？お団子あるよ、まだ冷凍庫に残ってますね。食べなきゃね、解凍しなきゃ。25分頃にブリンバンマン。お昼配信カラオケなしかな？夜にカラオケ。夜はないし。最
近お団子解凍してないからな、食べてないや、解凍しとこう、食べれるようにこんにちは、どうも。消費期限冷凍だからまあ大丈夫よ、まだダメな方ありがとう。お昼ね、何食べよう決めてないんだよな、まだ決めてない、待つかこんにちは、どうも。やっほー、みんなゴールデンダルマありがとう、ありがとうございます。キラボシもありがとう、よいしょ、うん、ウーバー見て考えよう、ウーバーしちゃう、贅沢に行っちゃう、ウーバーウーバーかこんにちは、どうも。2度目の方ありがとう。じゃあスイーツ作り得意だから何か新作があると思う。新作新作は特にそんなないけど最近作ってないね、作ってないやん。お菓子作りもね、なんか作りたいって思った時に作る。そんないつもは作ってないよいつもは作ってない。なんか作りたいなって思うのがある時に作る感じ。こんにちは、どうもパティシエみたいな新作ないですね。パティシエじゃないからな、私はうん、ないです。もっとお米、あ、じゃあそろそろお米なくなりそうだから、もうお米に移し替えて容器って思ってる。もうちょっとしたから、もうちょっとしたらかな、料理配信しようと思ってます、そのお米使って。楽しい。 いやね、お菓子作りはね、したいと思ったら作るようにしてるなんかしたいと思ったら、全然そんなにめっちゃ忙しいわけではないけど作ってないうん、気分、作りたい気分の時に作る。そう、だから最近作ってないですね。最近その気分はまだ来てないその気分の時が来たら作る。そうだから気まぐれうん、こんにちは、どうも。アッツホームの方、2度目の方ありがとう。ねえ、トモ先生が発明したスイーツですか。私発明してたら天才だわ、あれあれ発明した天才だよ。プール作りましょう。無理よ、買った方がいいプールは買った方がいい。スイーツは気分だな。あつもの方ありがとう。こんにちは、どうも。料理配信は今度するね。あのお米、山本さんのだっけ、お米使って、お米イベントのお米使って、あの料理配信します。またなんかいつか近いうちにやる。何でも買った方がいいな。ちゃう、いやもうチョコボールは絶対に買った方がいいよ。チョコボールは大変だよ、あんなさ作れないってさ、そうチョコボールは無理チョコボールがめっちゃ高いんだったらだけど、いや買った方がいいね、絶対に値段的にも2度目の方ありがとう。おにぎりみたい、おにぎりにしようかな。おにぎり、じゃあそのお米は料理配信の時はおにぎりにしよう。
山コラボ山本さんの声と山田がってことね。山山ドムの方に、ドメの方ありがとう。山本さんにフォローされてますか？ X？ え、わかんない、されてんの？私山本さんのアカウント取るかわかんないわかんないや、されてるか。コボル一回作ってみよう。え、やだよ、大変そうだもんあ、なんかクリスピーなんかあるじゃん、ピーナッツでクリスピー生地みたいなんで、クリスプソか、クリスプーでチョコレートじゃん。え、絶対無理よ、無理無理。おい、赤ちゃんもおにぎりになりたい。あ、私もおにぎり、私はいいかなクキンはだっておにぎり何か知らないんだもん。知らない、そう、知らないから、それが怖いんだけど。それか専門学校に行かなくても大丈夫だと思う。別にプロになる気はない、そういうパティシエみたいな。ケーキ屋さん、慣れたわけじゃないから、行かないよ。趣味程度にね。いつもの方ありがとう。こんにちは。はじめまして、車検さんコメントありがとう。食べられてしまう。確かに おにぎりになったら、ね、コキミュンって私の好きなサンリオキャラクターがいるんだけど、小麦粉の妖精なのね。だけど将来の夢がおにぎりなの。ないんですよね。ありがとうございます。こんにちは、どうも。小麦と稲の区別がつく、あんま見たことないからなどっちもちゃんと、まずかに。こんにちは、2段目の方ありがとう。小麦粉の妖精なの初耳。嘘、結構何回か言ってるよ配信で。小麦粉の妖精ですよ。で、最近も言った記憶があるよ。何よ、小麦粉の妖精。うん、あ、いや、新鮮大使、自分大好き。うわー、みんなお昼何食べたの？何食べたの？2000回くらい言ってるね。それは多いな。2000は持ってるな。二度目の方ありがとう。油そば食べた。いいな。油そば食べたい私も。あの、東京、油、組だっけみたいなやつの、このやつ食べたいな。ゆかちゃんの配信持ったら油そば、お、油そば人気だね。大人のお子様ランチ、大人のお子様ランチたまに見るけど食べたことない。可愛いの食べてるね冷食の台湾まぜそば、台湾まぜそば食べたことないけど、台湾までそば美味しそう。唐揚げくん食べた。唐揚げくんも美味しいよね。いいね、美味しそう。やばい、お腹空いちゃう。どうもの方、二度目の方ありがとう。あんかけ焼きそば、あんかけ焼きそばもいい、焼きそばもいいな。焼きそばも大好き。宅配の弁当っす、弁当いいね。やばい、お腹空いちゃう。私まだお昼ご飯食べてない。この後食べようと思ってるから、お腹すく二度目の方ありがとう。こんにちは。何弁当が好き？弁当、お弁当、何かな、お弁当で好きなやつ、
さあ、あのホットモットのさ九州チキン南蛮がめっちゃ好きなの。それかな、チキン南蛮と、思ったのはそれが美味しい。九州チキン、それが好きです。こんにちは、2度目の方ありがとう。なんか九州はその九州チキン南蛮しか売ってないんだけど、東京は2種類売ってるの。東京はわかんないけど、九州以外はなのかな、わかんない。関東、九州以外全部なのかわかんないけど、九州はチキン南蛮1個しかない。ホットモットね、ホットチキン南蛮1個しかないんだけど、東京は2個あった。九州チキン南蛮と普通のチキン南蛮があって、あのタルタルソースが違う。九州チキン南蛮の方がなんかクリーミーなタルタルソース、普通のチキン南蛮はちょっとゴロッとしたタルタルソース。九州の方が美味しいんだよね。私は好き、好みだな。タルタルソースがどっちが好きか、じゃあそっちのタルタルの方が好きだ。ずっとそれ食べてたから、もっともっともうそのタルタルソースが好きです。それが好きです。卵いっぱいのタルタルが好き。ピクルス。ピクルス入ってるよね。ピクルスいっぱいより、卵いっぱいのタルタルソースが好き。あさもの方ありがとう。こんにちは。初見さんコメントありがとうございます。ナンバー美味しいよね。好きなんですよ。そう、タルタルが違うの。おすすめです。九州チキン生。食べたことないし、食べてみて。ああ、ほとんどは、あと野菜炒めが好きだったな。あと、ハンバーグだ、ハンバーグ。野菜炒めとハンバーグ。あの、ハンバーグの下にさ、あるさ、パスタ好きだった。ハンバーグも好きだったけど。あのパスタも好き。危険です。違うでしょ？違うでしょ？みーちゃん、もっともっと唐揚げ弁当、あ、唐揚げ弁当、もう定番って感じで、唐揚げ美味しいよね。ピクルスもあんま好きではない。全然食べれるけど、まあ、自分からは、まあ、なんかそんな、なんていうの、食べたいとは思わないかなぐらい。ピクルスここまで絶対に無理ってほどではないけど、っていうぐらいの。頭の方ありがとう。サムネの写真？あ、このラジオ配信の写真？こんにちは、とも。初見です。ラジオ配信初めて聞きました。あ、ラジオ配信初めて？そんな感じしなかった。ありがとう、来てくれて。意外だ。初めてだ。初見か。初物の方ありがとう。ハンバーガーのピクルスを外して食べてる。ハンバーガーマックとかですよね。あんまハンバーガーのさ、ピクルスが入ってるやつ頼まないんだけど、ほんとたまにしか、期間限定でなんか食べたいのがあった時にたまーにさハンバーガー頼むぐらいだから、あんまり元から入ってないみたいな、期間限定のやつってさ入ってないの多いじゃん。ピクルス、今だったらチキンタツタ、チキンタツタも入ってないよね。グラコロが私マック一番好きなんだけど、グラコロも入ってないじゃん。だから最近はあんまだけど、食べなんていうん、ピクルス入ってるハンバーガー食べてないんだけど、入ってるやつは最初から外してもらう。ピクルス抜きでって頼む、最初からね。松尾の方ありがとう。こんにちは、たまん。
やっほー。ブルース抜きにする。マックね、そういえばこの前さ、初めてさ、サムライマック食べたよ。初めて食べた。ずっと食べたことなくってさ、食べてみたいと思ってたんだけど、ちょっとお高いじゃん、やっぱさ、あのハンバーガーの中でレギュラーメニューなんかちょっと高いから、ずっと頼んでなかったんだけど、食べたことなかったんだけど、初めて食べた。あのトマトとかベーコン入ってる方、2種類あるじゃん、サムライマックって。トマトとかベーコン入ってる方にしたんだけど、めっちゃ美味しかった。ソースが美味しいね。ちょっと味濃い感じ。こんにちは、あんたも。夏はもの方、二度目の方、ありがとう。サムライマック美味しかった。クドナルドのアプリダウンロード、してるしてる。もちろん。クーポンだね。あれでクーポンゲットしてるんだよ。新しいナゲットのソース。え、そんなんあるの？何味？今、アテンション出てる。あ、ザムの方ありがとう。アリオキャラクター大賞の中間発表1位、シナモンだった。やっぱ強いね。シナモン、さすがだ。すごいシナモン。うん。さすがだ。サムライ。はよりジャンキー系バーね、美味しかった。バーベキュー以外のソースも選ぶの。期間限定のソースで、なんかめっちゃ気になるものがあればっていう感じ。なるものがあれば。お疲れ様です。頑張ってください。ありがとう。ね。サムライマック、サムライの味したでしょ。サムライの味って何？何サムライの味って。それわかんなかったら？まだまだだったか、私が。この前、たこ焼きソース。あ、たこ焼きなんか出てると見た。食べなかったけど、結局。美味しかった？たこ焼きソース味、そうではある。ビッグマック食べたことないね。ないです。こんにちは、あんたも。ちなみにパートナー部門の1位はペコちゃん、ギルさん力キャラクター。ペコちゃん人気なんだ。こんにちは、あんたも。マックス、スパビーがなくなってね。あ、スパビー好きだったの？私はね、そういう系のやつだったら、スパチキとエグチが好き。スパチキとエグチ。美味しい。二度目の方、初アモの方に。あ、美味しかった。え、美味しかったんだ。食べればよかったな。チキチ、あ、チーズ入ってるやつね。チキチは、チキチは食べたことないかも。ないな。エグチとスパチキしか。ちょっと辛いやつと卵入ってる。二度目の方ありがとう。マック美味しいよね。今やってるさ、チキンタツタのさ、油淋鶏もめっちゃ気になってる。油淋鶏食べた人いる？あの、チキンタツタ、油淋鶏みたいな。美味しそう。油淋鶏のソース。こんにちは。チキンクリスプもなんか、チキンクリスプでも名前変わってたよね、確か。うん。忘れたけど、なんで名前になったか。前見たけど。その、サムライマック？時にそのマック行った時にメニュー見て、あの名前変わってた。あ、ザムの方ありがとう。
あ、まだ耐えてない、まだみんな耐えてないのか。耐えた人いたら、家族が内緒とか聞いて。お、いたわ。チキンタスタ油淋鶏食べて、おすすめ？美味しかった？じゃ気になるの。タムタ。それ、あ、チキチーみたいな感じで。なんだよ、タムタって。何の略だよ、それ。なんだよ。一押しのマック商品。一押しのマック商品なんだろうな。一押しのマックか。一押し、あれだね。グラコロかな。言わないけど。冬しかないけどさ。グラコロ、一番好き。グラコロが。マックチキンになったけど、からしマヨじゃなくなった。あ、そうなの？あ、で私、からしマヨダメだからな。からしマヨダメだから、ちょうどいいか。二度目の方ありがとう。コナンとコラボしてる。ね。コナンくんともコラボしてる。前にさ、マックデリバリーした時に、シールがさ、もらえて、シールもらった。コナンくんで。メープルバターホットケーキパイ。食べてないそれ。え、そんなんあるの今。メープルバターホットケーキパイ。めっちゃ甘そうだな。二度目の方集まらなかった。うん、グラコロ美味しい。グラコロ一番好きだな。あのハンバーガー、マックのハンバーガーの中で一番好き。真実はいつも立ちた立ちた。どういうこと？真実はいつも書いてあるんだけどさ、シールのやつに。あ、チーズも入ってんのか。あの立ちた油淋鶏いいね。チーズ。チーズめっちゃいい。こんにちは。松本の方、ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。マックの普通のチキンタツタ食べたことある。あ、チキンタツタ、なんだっけ、なんかね、去年かな、去年なんか、チキンタツタ、え、でもチキンタツタ、もう一つなんか2種類出るよね。去年何だったっけ、チキンタツタと、もう一個、もう一個の方、去年かな、去年か、おととし、おととしかな、おととしかな、ちょっと覚えてないんだけど、いつかなんか食べた。チキンタツタあんま食べたことないね、私。何だったっけな、去年かおととしのチキンタツタの、その、なんか今年で言う油淋鶏みたいな、そっちの方食べた気がする。覚えてないんだけど、何の味だったか。こんにちは。二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。油淋鶏ソースご一緒、ぜひ食べてみて。そう、油淋鶏ソースがね、気になる。なんかもう写真で見たらめっちゃ美味しそうで。気になってるんだよね。あんま立つと気にならないんだけどさ、毎年そこまで。気にならないんだけど、今年は気になる。そのソースご一緒。こんにちは、どうも。二度目の方、ありがとう。あーん、やっほーん。じゃあ、食べてみるわ、その、油淋、ん？タツタ油淋鶏、油淋鶏タツタ。油淋鶏のやつ。食べてみるわ。今度。これ、いつまでなんだろうね。タツタって、いつもいつ頃、いつぐらいまである？終わっちゃいそうだな、行くまでに。二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。キングは27分頃に読めますね。1時27分頃。30分に。チキンタツタ食べたことない。チキンタツタ、わかんない。前に食べたことあるかわかんないね。記憶にあるのは一回だけなんだけど。でも美味しかった。前にもありそうだけど。チキンタツタ期間限定だよ。今やってるやつ。コラボ。真実はいつも立ちた。
いつもタチさんだけど。こんにちは、アンダマン。二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。みんなゴールデンダルマありがとう。ありがとうございます。ご飯チキンタツタ、あ、ご飯はね、ご飯バーガー、一回だけ食べたことある、前に。その、ご飯バーガーが出た時に。ちっちゃい頃さ、めっちゃモスのさ、ご飯のやつ、焼肉のやつかな、焼肉ライスバーガーみたいな。やつ。あの、それがめっちゃ好きで、毎回モス行ったら毎回それ頼んでて、ちっちゃい頃。めっちゃちっちゃい頃。小学生とか、幼稚園とか、毎回それで。マックで出た時、なんか食べたな。でも最初さ、全部じゃなかったよね、ご飯バーガー。それで、なんか何、どれかのやつを食べた。忘れちゃった。ダメな方、アツマの方。そう、コナンくんコラボ、今。あったが。おろしチキンタツタ、まあ、おろしチキンタツタじゃないのって思っちゃうと思う。え、その一個前何その一個前なんだろう。それかもしれない。去年じゃないかも。一昨年ぐらいかも。チキンタツタ食べた。記憶にさ、あるの、チキンタツタ食べた記憶にあるの、その一回だけなんだよね。食べたことない気がする。モスバーガーいいよね。モスバーガーは、あの、私、オニオンリングがめっちゃ好きで、モスあるじゃん。だから大好き。こんにちは、さけんさん、コメントありがとうございます。ありがとう。こんにちは。食べ物の話ずっとしてる。ヨルイチチーズタツは4月17日だから、17日からだから、もうすぐ終わりそう。はい。うん。バイちゃん。ちょっと手入ってくる、待ってて。さあ、ラジオ配信の画面だからさ、どうしようか。少々お待ちくださいの画面にしとけばいいか。ちょっと待っててね。これで、いいんじゃないかな？ちょっと待ってて。すぐ戻ります。
以上戻りました。画面変えるね。はい、ただま。スケッチフリップも用意してたの。スケッチフリップはなんかね、 YouTube のアカウント作ったじゃん。あの時にゲーム配信とか YouTube で出てたじゃん。その時になんかね、マネージャーさんがこのなんだっけな、その二重、そのさ、一番最初に映るサムネみたいな画像、サムネの画像かと、その少々お待ちくださいっていうのをやった方がいい、少々お待ちくださいっていうのもあった方がいいって2個作ってたんだけど、結局 YouTube の配信では使わなかった一回もあったけど、この少々お待ちくださいっていうやつはほぼ使ってない、数回ぐらい。こんにちは、2度目の方ありがとう。こんにちは、初見さん、コメントありがとうございます。ヨコちゃん、モスのバイトの子に、バイトの子にオニオンリングってあだ名つけられるんですよ。そんなモス言ってない、そんなモスでさ、オニオンリングだけめっちゃ買うみたいなことやってない。そんな言ってない、そこまで言ってない。モス美味しいけどね、たまにかな。そんなためめっちゃ買ってたあれだけどさ、なんだよ。2度目の方ありがとう。ママさん可愛かった。かわいそう。ただいま、おかえり。ママちゃん、じゃがきだよ、私が描いたやつ。これめっちゃ大変だったの、このクマ。私まずYouTube のさ、 YouTube のなんていうの、チャンネルのさ、ヘッダーみたいなところのイラストもそうなんだけど、まずこれ紙に描いたの。紙にイラストを描いて、クマの絵を、それをスマホで写真撮って、そっから画像に落とし込んで、そっから修正していって線を綺麗に。めっちゃ時間かかった、このクマ作るのに。線修正して綺麗にしてみたいな。その時タブレットで書いてなかったからかも。紙に書いて、そっから画像に落として修正、線の修正して、めっちゃ時間があった、こんなシンプルな雲。初物の方に、2度目の方ありがとう、ありがとうございます。大変だったよ、これ作るの。めっちゃ時間かかった。モモルちゃん呼ばれてさ、あ、この前いっぱい買ったからね、店員さん困ってたし。25個もあって呼ばれてるかね、言われてるかも。今日めっちゃチョコボール買った子がいたんですよみたいな言われてたかもね。二の目の方に、うん、お姉さん、初見さんコメントありがとう。お姉さん、こちら、こんにちは。めっちゃ手間かかってた、そう、めっちゃ手間かかってるから、大変だった。お姉さん声がいいですね。ありがとう、嬉しい、吠えられた。ゴールデンダルマありがとう。ミナリエッチね、ゴールデンダルマありがとうございます。さっき今日のお昼配信で60万ポイント達成して、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。みんなね、二度見はされなかった、されなかったけど。お姉さんか？え、お姉さんじゃないの？何じゃあ。何？
こんにちは。いつか金のエンゼル出したいね。まだ銀しかないから。金。でも金さ、出る確率めっちゃ低いじゃん。ゼロか。金は、出たへんよ。25個買える玉太郎。玉太郎。25個これで買ってきたからね。チョコボール。可愛いお姉さんが大好きです。クレヨンしんちゃんみたいになってる。綺麗なんだけど、クレヨンしんちゃん。しんちゃんみたいになってる。二度目の方、ありがとう。だから、どうぞ。お時間かも。本当だ。あとちょっとだね。ありがとう、教えてくれた。山田タム太郎。タム太郎。タムの方、ありがとう。金を交換するより取っていや、確かに金ね、めっちゃレアだもんね。取っとよ、まだ1時間ね。キロ配信あっという間。そろそろランキングもかな。ランキングを読みたいと思います。13位からランキングます。謎もなかった、ありがとう。13位、まさむねさん、ありがとうございます。12位、ポセイダルさん、ありがとうございます。11位、むらさん、ありがとうございます。10位、すももさん、ありがとうございます。9位、おまめさん、ありがとうございます。8位、まさひろさん、ありがとうございます。7位、大粒ちゃんさん、ありがとうございます。6位、ゴン太郎さん、ありがとうございます。5位、カネヤンかっこウォーザーさん、ありがとうございます。4位、ティーさん、ありがとうございます。3位、プロマンさん、ありがとうございます。2位、ポックンミョンさん、ヤスさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとね。ありがとう。ありがとう。お昼配信、短い配信だけど、見に来てくれてありがとう、みんな。二度目の方、あつあもの方、ありがとう。ありがとうございます。また夜配信でかな。夜配信はまた、お写真ですね。ファンルームで。3時間の配信見てると1時間がやっと今ね。3時間、最近3時間多いからな。3時間とか配信する、あっという間だ。うん。お仕事の方は頑張ってな。じゃあ今度お昼ご飯食べてお昼寝します。また夜配信で。いつもの方、ありがとう。こんにちは。どうも。7時になったら大腹お持ちあるな。あと30秒ぐらい。金出たらメルカリで売りましょう。やだよ。金、いや、どのぐらいの値段でさ、メルカリとかで売られてんのか気になるな。高そう。金のエンゼル。2度目の方、ありがとう。食べてね、取っとる？大丈夫って。おいらもご飯食べますね。ご飯食べよう、そろそろ。お腹空いてきた。おー、マックとかさ、いろんな話してたら。インダストも行かなきゃね。よりんち売り切れるのもいいね。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあまた夜配信で。お仕事の方は頑張ってね。じゃあまたね。ありがとうございました。お昼配信ありがとう、見に来てくれた。またね、バイバーイ。